今日は2013年の5月31日ですね。朝日新聞の一面には成長戦略に原発活用ということで、安倍政権が6月にまとめる成長戦略の素案に原発の活用を盛り込み、原発の再稼働に向けて政府一丸となって最大限取り組むという約束をすることが分かったということ。結局企業などの要求によって喉元過ぎれば暑さ忘れる、金儲けを優先して、まあ最悪人類の存亡にとんでもない悪い影響を与えかねない原発を存続するということで、まあ、決まったということです。危険極まりない。我々はこういう状況というものを決して、一言のように考えてはいけない。本当に喉元すぎれば暑さを忘れる。危険極まりないというふうに思います。今日はなんか通りすがりの人が私のそばに座っておりますけど、タバコ吸っちゃいけないのに吸っておりますな。お宅様はどなた様ですか？お名前ちょっと自己紹介してもらえますか？自己紹介しない。なんか私がこの門の前に立ってやってることがなんか理解できないらしくて、いつも沖電機を批判するようなことを言ってるようだけど、なぜなんだというふうに聞いてて、まあこの人だけではないんだけど、私はもう31年と11ヶ月ここの門の前で私がなぜここに立ってるかを毎回喋っておるんですけども、それを聞いていて理解できない人たちが残念ながら日本には多い。周辺の地域の皆さん、ご通行中の皆さんに訴えます。最近は英語でも喋ってるんですけども、なかなか伝わらない。悪事千里を走ると言って悪いことをしたことというのは日本中にすぐ知れ渡るわけですけども、自分が伝えたい事実というものはなかなか伝わらないのが現状で、しかしそれでも私はこの門の前に立って訴え続ける。最近はインターネットで発信することができるので多くの人たちが読んではいるんですけれども、まあ、それでも十分に伝わっているというふうには言えないというふうに思います。まあ、これから命があとどんだけ続くか、やれるだけやっていくしかないですね。今日は時計の歌ということで、この歌も聞いたことがないですね。時計は朝からカッチンカッチン、同じ響きで動いておれどもちっとも同じところを指さずに晩までこうしてカッチンカッチン。解説には、休まず動く時計に同調するかのように、曲にも休止符がない、88調の詩も同じテンポで進行するというユニークな歌ですという、明治43年できてる、作詞作曲不詳ということですけども、歌ってみます。時計は朝からカッチンカッチン、同じ響きで動いておれど、じっとも同じところを指さず、まんまカッチンカッチン、時計は晩でもカッチンカッチン、我らが寝床で休んでいる間もじっとも休まず、息をもつかずに朝までこうしてカッチンカッチン、という歌でした。今日はこれくらいにしておきます。